2024年8月、韓国海軍は、3隻のセジョンデワン旧イージスミサイル駆逐艦、計画名、KDX-3 を運用しています。このセジョンデワン旧ミサイル駆逐艦ですが、アメリカ海軍のアーレイ・バーク級フライト 2A がタイプシップらしいのですが、韓国の国産 VLS を追加搭載するために、大幅な設計変更をしたそうです。アーレイ・バーク級フライト 2A と比べると、全長 9.7 メートル、幅 1.1 メートルも大きく、基準排水量も約1000トン増えたので、海上自衛隊のマヤ型イージス護衛艦とほぼ同じ大きさになりました。今回は、韓国海軍の弾道ミサイル搭載も、可能な重武装の新型イージス艦について見ていきたいと思います。韓国海軍では、これまでに建造され就役している、セジョンデワン級ミサイル駆逐艦1番艦セジョンデワン、2番艦ユルガン E、3番艦ソヤンユソンリョンの3隻をバッチ1に分類しています。そして、現在偽装工事中の4番艦ジョンジョデワンから6番艦までを、より性能を向上させた KDX-3 バッチ2として区別しているとか、すでに、運用中の KDX-3 のバッチ1は、基準排水量7600トン、満載排水量1290トン、全長165メートル、全幅 21.4 メートルで、2012年9月まで3隻が就役し配備されていました。機関には、ゼネラルエレクトリック製 LM2500 ガスタービンエンジンが4機搭載されたコガグ、コムビネット、ガス、タルビエ&ガス、タルビエ方式です。これによって、最高速力30ノット以上が確保されます。乗員は300人以上で、ヘリコプター、スーパーリンクス、2機を搭載しているとみられます。兵装としては、62口径5インチ単装砲1門、オランダ製のゴールキーパー 30mm 近接防御システム、クローズ・イン・ウェアポン・システム、シウス、1機、垂直発射システム、バーティカル・ローンチ・システム、VLS。マーク41、48プラス32セル、2機に、艦対地ミサイルスタンダードミサイル SM-2 が搭載されています。他にも、韓国が独自に開発した国産 VLS-48 セルが1機搭載され、艦対地巡航ミサイル、サーファス、シップ、ランチェド、クルーズ、ミサイル、SLCM 天竜と対戦ミサイルベニサメが搭載されているそうです。その他に、マーク49の21連装機 SAM 発射機1機と、海戦 SSM-4 連装発射塔4機、324mm 3連装単魚雷発射艦2機が搭載されていることから、重武装のイージス艦というのがわかります。これらの兵装を統括するイージス戦闘システムには、アタゴ型イージス護衛艦に搭載されている、ベースライン 7.1 の発展型が搭載されているのです。韓国海軍としては、近年、北朝鮮が開発を進めている核兵器や弾道ミサイルの発射実験を警戒する一方、海上戦力強化が著しい中国への対抗、竹島の領有権問題で軽装している日本と対峙する可能性があるので、イージス艦が3隻しか配備されていない状況では、整備や訓練のローテーションに支障をきたすと考えたようです。なので、さらに、高性能イージス艦3隻を増やして、弾道ミサイルの探知、追跡、迎撃に対応させると同時に、北方限界線を越えて侵入してくる北朝鮮海軍の潜水艦も探知可能として、有事には敵の水上艦艇や地上目標に遠距離攻撃可能な新しいイージス艦を必要としていたというわけです。そこで、2013年12月、海軍当局は、イージス艦3隻を新たに購入して6隻体制とする計画を発表。その3隻を KDX-3 バッチ2として1番艦から3番艦までを現代重工業に発注しました。そして1番艦清楚大王が2022年7月28日に進水し命名されて偽装工事が進められていたのです。韓国メディアが伝えているところによるとバッチ2は基準排水量8200トン、満載排水量1455トン、艦体は全長170メートル、全幅21メートルなので、海上自衛隊のマヤ型イージス護衛艦とほぼ同じ大きさとなります。乗員は、
バッジ1と同じ約300人とされ、建造費は1兆3000億ウォン、約1325億円という巨額とか。搭載ヘリコプターは、韓国海軍が2024年から導入予定の MH60 ラウンドシーホークの搭載が可能になったので、バッチ1より対潜水艦作戦能力も強化されると述べています。機関は、ゼネラルエレクトリック製 LM2500 ガスタービンエンジン4機が搭載されたコガグ、コムビネット、ガス、タルビエ&ガス、タルビエ方式で、これはバッチ1と同じです。ハイブリッドの電気推進システム2機が追加されたので、燃費が節約され、航続距離が大きく伸ばせるようです。また、シウスは、今では、オランダ製のゴールキーパーが搭載されていましたが、バッチ2では、アーレイ・バーク級や海地護衛艦にも搭載されている 20mm シウスファランクスを2機搭載することになったとか。さらに、報道によれば VLS は88セルなので、バッチ1の128セルから減っているので、一見戦力ダウンに思えますが、これまでのマーク41の他に、独自に開発した2種の VLS を搭載し、マーク41には、これまで、通りのスタンダードミサイル SM2 や、弾道ミサイルの迎撃可能な SM6 が搭載されると推測されます。韓国製 VLS には、これまでバッチ1に搭載されていた対潜ミサイルアカサメやキンザムである、海のほか、新たに開発された艦隊地巡航ミサイルヒトデ2を搭載するとみられます。つまり、VLS のセル数は減るものの、搭載されるミサイルの性能向上によって、攻撃力と防空能力が大きく増強されるようです。新たに搭載される韓国製 VLS、KVLS-2 には、現在開発中の艦隊地弾道ミサイルや、長射程艦対空ミサイルのほか、超音速対艦ミサイルなどの搭載も想定していると思われます。1セルあたりのスペースが広いので、バッチ2は、バッチ1より大型になったものの、VLS セル総数は減ったのではないかと見られているようです。こういった兵装を統括するイージス武器システムには、バッチ1のベースライン 7.1 発展型ではなく、弾道ミサイル防衛 BMD 機能を持つベースライン9が搭載され、弾道ミサイルへの盾イージスとしての働きが期待されているとか。韓国防衛事業庁は、清楚打用について、最新のイージス戦闘システムを搭載しているので、弾道ミサイルの探知、追跡だけでなく、迎撃能力までも保有しており、洋上を起動する三軸体系の中核戦力として活躍すると発表。三軸体系というのは、北朝鮮の弾道ミサイル発射の兆候があった際、それに対する先制攻撃、韓国型のミサイル防衛、KAMD、北朝鮮の中枢に対する大量反撃報復、KMPR の3つを指しています。現在のユン政権下において、この三軸体系実現に向けた防衛予算措置が実施され、その上で、効率的な指揮統制が行えるよう、戦略司令部と呼ばれる三軍統合司令部の創設が決定されたそうです。このように、清楚打用をはじめとする3隻の KDX-3 バッジ2には、北朝鮮が発射する弾道ミサイル迎撃のための BMD 機能のみならず、敵地攻撃のための攻撃用弾道ミサイル搭載が想定されています。韓国が、艦上発射型の対地攻撃用弾道ミサイルの開発に成功すれば、地上目標に対する攻撃能力が大幅に強化されることになるでしょう。韓国がセジョンデワン級ミサイル駆逐艦に過剰ともいえる重武装を施した理由は、韓国海軍が置かれている状況に全方位対応をしようとしたためと推測されています。韓国は、現在、北朝鮮とは休戦中です。つまり、現在も戦争状態ということです。ご存知のように、北緯38度線を挟んで対峙していますが、朝鮮戦争は地上戦が主になるので、韓国軍は陸軍と空軍に比重を置いた予算編成を行っています。そのため、海軍は限られた予算で艦艇数を増やすことは難しいので、股間あたりの装備を重装備せざるを得ないと言われているようです。北朝鮮海軍の主力は潜水艦なので、潜水艦から発射される核弾頭搭載可能な弾道ミサイルを警戒する必要もあるのです。ですから、海軍艦艇には、
防空能力だけでなく追戦戦闘能力も備えなくてはならないという事情もあるとか。さらに、韓国は前述のように竹島問題で日本と対峙することも想定している上に、近年海上戦力強化が著しく強引な海洋進出を行っている中国にも警戒しなければなりません。こうした状況から韓国のイージス艦は中武装にならざるを得ないと見られているのです。